帯山は熊本県熊本市の町名。帯山1丁目から帯山9丁目までが設置されており、ほぼ全域中央区だが4丁目56番は東区となっている。2010年国勢調査の人口は16,956人。郵便番号は全域共通で862の0924。一09丁目とその南は渡瀬とも呼ばれる。また、 六丁目と、その南側は、サブローとも呼ばれる。北側はもともと同じ町であった、穂、田久保、東側で、熊本県立大学のある日立熊本赤十字病院のある、長峰南、鉄工団地のある、長峰西、南側で、もともと同じ県群町だったサブロー東京塚町、京塚本町、さらには、熊本工業高等学校の北側にある上、 水前寺、水前寺公園の北及び東側に属する、水前寺、西側で、熊本高等学校のある、新大校と接する。交通の便が良く、そのため、子供がいる家族などに人気のある住宅街として知られている。帯山4丁目56番のみ、熊本市東区に属し、それ以外の帯山は、熊本市中央区に属する。小学校の校区で言えば、 帯山4丁目56番のみ、西原港区、帯山1丁目は1番から5番、24番は、拓馬原航区、それ以外は、帯三世航区、2丁目が、帯三世港区、帯山4丁目56番以外の帯山3から9丁目は、帯山航区に属する。この地域のあざなには、平山、平野山、平野山があるが、実際の帯山は、傾斜地が多く、 これらの名は、傾斜度が、やや大きい位置を指す、平に、漢字、平らを当てたもので、誤解を生みやすい。現在の帯山中学校近辺から北東方向にある大地の縁は、かつて最大10メートル程度の崖になっていた。これは、城南部の東部中学校付近まで竹や図置林が、茂る、山状をなし、古くはこれを、帯山という通称で呼んでいた。 1924年11月、陸軍連兵場がこの地に設けられると、第一全体を帯山と呼ぶようになった。第二次世界大戦の終戦後、この連兵場は民間に払い下げられた。1953年に、市の中心部が大水害の被害を受けると帯山に、市営住宅が建設され、市民の移住が始まった。その後は、周辺の宅地化も進み、 2010年の国勢調査では、世帯数7238であった。行政上はもともと、出水町国府、保宅母本町、県群町であった。1977年の住居表示改正に初めて、帯山という地名が、行政上に登場し、移行数回の住居表示改正により、帯山市から9丁目に割り振られ、現在に至っている。 帯山小学校は創立当時は保田久保本町。帯山中学校は創立当時出水町国府。帯山西小学校は創立時はすでに帯山一丁目であったが、もともとは出水町国府であった。人口1万6956人のうち、男性は7868人、女性は9088人であり、男性一人に対し、 女性1.16人という割合である。2012年4月1日からは、熊本市の政令指定都市以降により、中央区となったが、北側にあたる4丁目56番のみ、東区となった。これは、国体道路が開通した時に、帯山4丁目の範囲を国体道路以南と確定したためである。帯山港区と西原港区は、旧来の道路をとに決めており、 政令指定都市に昇格した際小学校の校区別に区割りを実施し、帯山小校区は中央区、西原小校区は東区と取り決めたため、住居のない区画の三東区となった。熊本都市バスが帯山地区と熊本市中心部を結ぶ公共交通機関を担っている。また、平日は熊本市東部と西南部を結ぶ東バイパスライナーも、 運行されている。その他、本数は少ないが、熊本東バイパスを通る参考バスの路線がある。また、場所によっては、宝庇本線東海学園前駅が徒歩圏内に所在しており、九州新幹線が発着する熊本駅や、大型ショッピングモール、夢タウン光の森のある光の森駅まで直通で行くことができる。昼間は20分間隔。 朝夕は10から20分間隔で運転されており、利便性が高い。また、熊本市街へは、帯山中学前バス停から、小倉、福岡、福岡空港方面のバスが発着しており、交通の便はとても良いと言える。ありがとうございます。